リトルナイトメア2やっていこうかなと思っております。リトルナイトメアね、1の方は、去年か、やりましたね。非常にストーリーも面白くてアクション性もあってね、楽しいゲームだったなと今でもね、なんか思い出したり、するぐらいね、面白いゲームでした。で、今回ね、リトルナイトメア2ということで、DLC の方もね、ダウンロードコンテンツね、の方も入ってますので、購入してますので、DLC 版もクリア後にやっていこうかなと思っております。で、まあ、どんな世界観かと言いますと、公式が出してるやつですね、これね。歪んだ絶望の世界を遊ぼう。リトルナイトメア2は電波塔に支配された世界を舞台に少年ものを操作するサスペンスアドベンチャーゲームですと。黄色いレインコートをかぶる少女シックスとともに、また出てくるんですね、シックスね。なんとなんと和の主人公ですね。テレビを介して世界に広がる悪の源を暴くため二人は電波塔に向かいます。しかし二人の前には町に住む住人たちが待ち構えており、二人の道を阻もうと試みますと。不気味な森林やおぞましい学校おぞましい学校があるな。様々な場所をシックスと協力して謎を解いたり、トラップを回避したり、遮蔽物や近くにある道具を使って敵を撃退したり、二人で助け合って数々の障害を乗り越え電波塔を目指しましょうと。果たしてモノは電波塔の背後に潜む謎を暴き、シックスを恐ろしい運命から救い出せるのでしょうか、ということで、まあ、また新たな主人公なんかな。今回もシックスがね登場ということで楽しみですね。2人で謎を解いていく感じになるのかな。いや、いいですね。じゃあ早速始めていきましょうか。ニューゲームでいきましょうか。うん、なんかリトルナイトメアの1と似てますね、オープニングがね。うん、なんか、ああ懐かしい扉が出てきましたね。さあ、来た。コントローラーが震えてましたね、今これが主人公のものかな。操作方法を確認したいですね、ちょっとね。行きましょうかより綺麗にグラフィックもなった感じですね。さあ、まずはこれは、あ、なんかあるな。降りれるんか、降りれるんかい特には何もないのかな。何してんの戻りなさいよさあ戻ってきて、こっからジャンプって感じですね。まあまだまだね、最初なので、まあチュートリアルって感じかな。操作にね慣れていきましょうかね。で、格子がありますね。RT を押しながら L で引きずる。はい、あ、こんな感じか。ナイス。じゃあ行きましょうか。で、しゃがんで入ると、で、しゃがむ。はい、はい、来たよ。なんか靴がありますね。靴もつかめる。投げるのは罰で投げると。はい、了解。なんかあんまり良くないな大丈夫これも登れるのかな。はい、バツを押しながら RT ですね。はい、木がありますね。渡った先には
うん、明らかに何かトラップこれ先に落とした方がいいんじゃないでしょうか。どうなんか、でもなんか、あ、違う、これあれだ、ここのロープに足を引っ掛けたら落ちてくるって感じですね。はいはい、で乗れると、まあ、まっすぐ来てたら危なかったって感じですね。何もない、とりあえずは。これもなんか怪しいな、落とし穴っぽいですよね。大丈夫か。で、早速ちょっと謎解きっぽい感じですね。ちょっと押して。で、奥にもあるな。どうしようか。奥に行ってみるじゃん。はい。で、このゲーム、もう、かれこれね、もう3年前ということで、なんか、あっという間に時間が流れてますね。なんか、去年ぐらいの感じのゲームだったと思ったんですけども。リトルナイトメアはね、2017年で5年前なんですよね。意外にね。引っ張るのか。で、壁にビタッと貼り付けて登れると。はい、やべやべちょっと待ってね、これはいかん、これはいかんよ、あぶね、あ、ちょっと当たった、ちょっと当たったようだゆっくり、じゃあ走りましょう。だな、ちょっとジャンプで稼いだ方がいいな、これは。はいはいはい、こけるからね。こんな感じか。まあ、また視点が動かせますね、今回もね。さあ、あそこにロープがありますけども、いけるかな。まあ、いけないですね。現状いけない。じゃあ、下から。はい。で、降りてきたね。上にレバーというか、回すところがあるな。滑車がありますね。で、これを足場にするって感じかな。さあ、問題は、どう行くかだな。うん、こっちから行けないと。この木かな。こっから登るって感じ。ああ、それっぽいな。で、これだ。懐かしい。ジャンプして掴んで、振り子を利用してジャンプと。覚えてるな、まだ、はい、で、これを掴んで下に下ろして、これもなんか時間制限っぽいですね、なんかね。はい、うん、こんな感じか。さあ、先に行けないですね。まあ、下に行ける。じゃあ下に降りるか。はい。なんか音楽が流れ始めましたけども。登れるんかな。ああ、登れるんか。いいですね。なんかね、リトルナイトメアをやってる感じがします。さあ、ちょっと見て。うん、カラスさんが何かつついてますけども、靴があるね、いっぱい
か怪しいな落とし穴っぽいけど、あ、やっぱそうかなんか捕まったなあ、なるほど、ヒントだなこれは。 OK、 靴で反応させるって感じか。はい、やべ失敗した。どこに反応させるかだな。来た。これで罠は OK ですね。で、右に行きましょう。ちょっと先を見て。明らかにトラバサミがある気がするけどもこれか。うん、まあでもこれはあれですね、使用されたトラバサミですね、これはね。こっちはねさあ、なんかこれは恐れたどうするんだろう、これを。あ、これをかませるって感じかな。はいはい、なるほど。で入って、今のところねライトがねなさそうですね、まだね。さあ落ちてきたよ。おーいえあ、また、あれなんか。木で反応させていくって感じ？あー、これで、どこにあるかを見つけていくって感じか。はいはいはい。うん、全部連動してたんですね。了解。はい。で、松ぼっくりがあるので、これも、ここら辺にあるってことか。じゃあ、こっちにも投げて。来た。上はこんな感じなんですね。来た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 、だいぶ来た。じゃあ下にも投げとこうか。はい、ここら辺、ここら辺。来た、危ねえあるね、だいぶ。オッケー。まあ失敗した松ぼっくりで割といけそうだけど。あるある、まだあるよ。はいこんぐらいか。ああ、まだあるね。まあ一応拾えるんだな。ああ、やべあ、まあいけそうですね。はい、さあジャンプでいけるか。はい、危ねえ。はい。で、ここもジャンプで。あ、ちょっと待って。やっちゃった。はい。ジャンプ。はい。さあ、明るいところに来たね。なんか巣穴があるな。ん、なんか家があるね。これはどっちなんだろう、味方なのか敵なのかのどっちの家なんだろうな。ジャンプして、はい、うんリトルナイトメアって感じがするな。一応じゃあジャンプして、これ開くんかな。一応まあ掴めるね、いろいろ。これは開いた。うん
中には何がっていう実績を解除した。まあ、特に何もない感じですね。あとはじゃあ右に行っちゃって大丈夫かな。さあ来たね。さあ一応下にも行けるし、その右の部屋にも行ける。どうしようか。どっち、一応じゃあ上から行こうか。はい。うん、地下に行けるんか。どうしよう。まあ、一回一旦こっち行くか。念のためにしゃがみで行こうか。うん、なんかボールがありますね。取っていいんかな。うん、誰かがいるな。いるけど、なんか掴めるとかではないですね。ここの、いや破れそうですけどね、ここはね。ダメですね。糸巻きもダメでしたね。さあ、ここは？ん？なんかナタがあるな。これか。いける？あ、ダメ。よく作ってんな。ってことは右かな。右のナタ、これハンマー、これは斧ですね。斧はいける。じゃあこの斧だ。さあこれで左の壁が破れそうですね。さあ行きましょう。うるら。いや、それは怖いよね。でも実は怖くないんやで。どうした？惜しかったな、なんか。なんでぶら下がったで、上に行ってると。じゃあ追いかけていきましょうか。左は、まあ、まだ見てないですよね、こっちもね。まあ今のところ何もないけども、なんか音がしてるんだよな、なんか変な音が。これは見つかったらやばいやつか。あ、いや、なんか別に大丈夫ですね。まあ人形みたいな感じかな。どうなんでしょうか。右に行って、うん、なんだ、なるほど、屋根裏部屋っぽい。お、心をちょっと開いてくれたかな。なるほど。
いいですね。はい、じゃあ行こうか。アメリカンスタイルですね。いいですね。さあこれで、まあ、右に鍵穴があるんで上に鍵があるかもしれないですね、ひょっとしたらね。さあ屋根裏部屋に入ってきましたけども、割とねだいぶ音がね近づいてきてますね、変な音がね。でここは、まあ、いけないと。これもいけそうですね。じゃあね、ここでまたあれしてほしい。どうするんだろう。どっかから行ける？これか、これを押すのか。了解。うん、一緒に押してくれそうですね。行って行けると。さあ鍵がそこにあるね。それをどう取るかだね。あ、鍵穴というかあの滑車を回せるところ穴がありますね、これね。となるとまたこれしゃがんでいける？あ、いけないな。あ、いけた、ナイス。で降りてしゃがんで左に行こうか。じゃあ、うん、大丈夫。いけるかい。あ、下に動かすとか。おっつ、まあ人形ですね。でこのはい、これを掴んで、これこれが分かんないんだよ名前が。はい、で、あ、入れてくれる、ありがとうございます。で、あ、いや回すよ、大丈夫。はい、うん、どうした。あ、で、あれか、こういうことか。了解了解。はい、取れた、ナイス。さあ鍵が取れましたね。こんな感じで2人でやっていくって感じか。これ戻りは、あ、こっちか。はい、リトルナイトメアをやってるね、本当にね。楽しいよ。さあじゃあ下に降りて、やべ、あ、よう生きてたな。ちゃんと掴まないとな。で鍵を使うと、うん、自動で出してくれた。はい、うん、外に出てきましたね。で外に出てきましたけども、トイレかな。石で止められてますね。トラバサミがあって。大丈夫なのそれ。うん、違うか、これをやっぱ移動させないとダメか。手伝っていただいてありがとうございます。うん、ダメですね、これで終わりで、こっからいける。こっち側はいけないですね。はい、じゃあこっち行こうか。
なんか右から音がするな。なんとこの人は動いてますね。さあちょっとゆっくり行きたい。大丈夫。うわ、ここ押せるんか。なんとこれが確実に来そうだけど。嘘、銃やばいやばい、うっすなんという。一旦撃たせてって感じか。了解了解。いやー無理だな。射角ですね。一旦隠れてリロードして撃った後に移動ですね。はい、間に合うか。 OK、 すぐ下。やばいな。見られてるね。さあ徘徊してきそうですね。さあこの後が問題ですね。手をつなぐ。手をつなげないな。 RT で手をつなぐができないな。さあどんな感じで。まずはあれですね、なんとバレてるこれ。いや大丈夫そうですね。一緒に行く。さあここで止まったので右は、あー穴があるな。その穴に走っていくって感じかな。さあこれが通り過ぎたら行きましょうか。さあ見つかった。あ撃たれたね。なんてこったい。撃たれた、ごめん。そうか、まだカラスがいたな。さあここはちょっと待っとく。 OK、 草むらは大丈夫そうですね。さあ問題はこの穴にどう行くかだな。うわ、いやこれ厳しくないか。ちょっと戻ろう。OK で行こうか。いや無理、これバレる。あいや大丈夫だった。 OK ギリギリから行こうか。いけるか。
危ねえいけた。ギリギリ。なんと、はっ、やべえ、なんとなく撃ってきやがったな。危ない。右に行くんだよね。 OK。 これは6なんかな、この子は。さあ、まだ上からいそうだけど。OK。 大丈夫？ああ、大丈夫そうです。でも死人はされたもんね。なかなかやばいかもしれないですね。さあ、下がやばいな。これはどうしたらいいんだろう。こっち側から、あ、どうした今のは完全にいかなかったっす。これをどうにか上げて、はいはい、うん、先に行ってくれたから、オッケー、呼ぶ、はい。で、嘘だろ嘘だろこれいけますか。いけた、ナイス、ありがとう。三角で呼ぶって感じですね。で、うわー、なんか入れるな。落ち着くな。さて、さっきのショットガンの人は、って言うてたら来たな。なんとなんと、ちょっと待って、それ行って大丈夫？なんと、撃たれたか。なんとなんと、おはようございます。行こうか。いや、ちょっと厳しいな。あの、6であろう子がガンガン行くから、びっくりしてる。はい、オッケー、一発撃たせれば大丈夫。はい。いけるこれ。危ねえ、間に合う。危ねえ、危ない、掴んでくれた。やばい、なんというサーチ能力。さあ、ジャンプで行こう。落ちた。で、ちょっと隠れた方が良さそうですね。確かに。やばいな。うん、クリアリングしてるな。これはどっ
ちが正しいんだろうか。下から行ってもいいのかな。こっから行ける？あ、行ける行ける。さあ、自動セーブになった。ここがチェックポイントですね。さあ、これで潜れるな。タイミングっすね。え？嘘でしょ。やっぱそうか。潜りながら、はい、で息継ぎをちょっとあれした方がいいですね。意識した方がいいですね。これはバレた、これはバレた。タイミングよ、難しいな。まあ今の感じですね。でもね、はい、で潜って、息継ぎが、タイミングが難しい。オッケーオッケー、分かった分かった。はい、ギリで回ってもう行きます。で潜ります。はい、でオッケー。すぐ来るよ、危ないよ。さあ、ちょっとジャンプで登って、怪しいですねこれがね。ちょっと遅うか。うんー、でも押せないな。オッケー、それで隠していくって感じか。さあ、こっからいけるか。はい、OK。なんとかいけたな。はい、登って、ここも登りましょうか。さあ、ゆるい、遅いデッドヒートが。やばい。カラスがちょっと良くないね。じゃあ下か。カラスを反応させてはならない、絶対に。なんと、カラスを反応させてはならないんだけど、カラスが反応した瞬間に走っていく。リロードしてる間に OK で、すぐ入る。これしかない。危ない。ナイス、押していただいた。あ、ちょっと待って、これショットガンだろう。じゃあ OK、 二人で行くか。いけー、ナイス。なんとなんと、協力プレイだな、まさに。なんとか撃退したね。まあ撃退というか、まあ割と前回も言いましたけど、不法侵入してるっていうところは否めないよね。はい、でも行き止まりっぽいけどな。押すのか、了解。船になるんだね。二人でどこに行くんだろうな。でもね、今話してるんかな。こんな感じで、まあ協力プレイというか、このことね、6かな、どうなんでしょうかね。ね、まあこの6と協力プレイをしていくって感じか。
まあ割と霧がかってますので朝方かな。さあ何かが来た。うん、なんだ。大きい建物群というか動いてるね。さあ流れ着いた先は、これは荒廃した町なのかな、どうなんでしょうね。さあ到着した。まあこんなとこでしょうか今回はね。リトルナイトメア2、やってみましたけども、まあ、相変わらずね、まあ、面白いなという感じでございます。で次回はね、またこの続きから遊んでいきたいなと思っております。ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。